なしだ。この日から彼が欲望と衝動をはるかに脱却した食生活が続いたのは言うまでもない。朝食、砂糖水と食パンの耳2切れ、梅干しの種に塩少々をまぶして朝食とす。昼食、夕食、給食の2分の1を昼食とし、残りの2分の1を夕食とす。まことにもってお悔やみの言葉しか出ない情け無用のメニューである。ごちそうさまでした。わーいわーい、きれいきれい。なんかロッキー君この頃元気ないね。うん、ロッキー君。はい。そんなに困ってたの？うん、一文なしで今貧乏してんだ。そうか、貧乏なのか。それは大変なのだ。ほらほら、てめえ貧乏ってなんだか知ってんのか？これなのだ。これは綿棒だ。ロッキー君かわいそう。みんなで何とかしなくちゃ。うん。ああ、それならお兄さんのお金を使うのだ。今まで貯めてたやつがあるのだ。ケンイチ君。ああ、30円もあるのだ。思う存分使ってくれていいのだ。そんなもんもらったって何の役にも立たねえんだよ。ありがとう、ケンイチ君。この時、自称一般人である非道には金銭感覚のない健一と先細りの人生を歩むロッキーの高々30円に対する喜びがどうにも理解できなかった。玄米茶。